この度いろいろございましたが、無事にいろいろとこう終わりましてですね、無事にいろいろ住んで、静岡のね海は美しいですね。非常に本当に美しい、なんて美しいんだっていうね、ここは緑がいっぱい、そして美しい、そう波が高いですね。ねえ、素晴らしい素晴らしい。あ、ちょっと待って、カチャッて、カチャッて、よし、まあこんな感じで、まあ、ここ高速じゃないんでバイパスなんで、ちゃんと60キロ守ってますね、当たり前に60キロ守りつつ、バイパスではないんで、バイパスじゃない、高速ではないんでね、こんな感じでね、60だと言ってもね、皆さん早く走りますけどね、取っちゃっていいのかななんてまあそんな感じで走ってますよ。ねえ、私はゆっくりゆっくり走ります、ね、静岡は美しい。幽霊化が発見ってか大量発生してるだなんだって言ってるけどね、大丈夫なんだな。海はこれ、あ、すごい潮の匂い、ナトリウムの宝庫なんですね。人間の体の 0.15% はナトリウムなんですね。これが体のイオンバランスというのを、整えているね。まあうんちくはよしとして、うんちくはよしとして、大きな風車が見えますね。あ、そろそろ道はこっちに、いやいや、よかったよかった、ほらなんとかね、人の助けでね、なんとかね、自分一人で絶対無理ってこともね、これ人の助けでなんとか、本当にありがたいですね。ね、本当に JAF の方、オートバックスの方ね、ホテルの方ね、いろんな人に今回も支えられ、そうね、いろいろ、一人じゃ何にもできませんやね、一人で一人でできることは本当にまあ一人でね、思いを起こすこと、これは一人でできるけど、その後のモチベーションはみんなが支えてくれて、なんとか、静岡の話し方はとても美しいですね。その話し方をマスターしたいですね静岡住めば私も少しは綺麗な言葉になりますかね。なんか私は、特徴があるっていうか、なんかね、こう力んで喋ってるからね、これがゆっくりと喋れたらいいなっていう思う。
で休むかな。本来ゆっくりしかいろいろできない人間なんでね、ゆっくりペースの人間なんでね、ゆっくりゆっくりちゅうか潮見れねえよ、ここ潮見坂だけど潮見れねえじゃん。あれ、あ、見れた。一応見れるんだな。一応見れるけど。見れないじゃんって、それ最後まで。最後まで見ないで決めちゃダメなんだな。これ、増田師匠に言われてたんだ、これ。ちゃんと見たのかって。ちゃんとそれで分かって言ってんのかって言われ。よく言われ。出て。